校内に流れる緊急放送、中津支援学校の引き渡し訓練の始まりです。はい、皆さん安全でしょうか。はい、着きません。はい、教頭先生、教頭先生、ただいまの地震震度は、震度は6強です。はい、わかりました。はい、本部を、職員室の中に開きたいと思います。はい、まずは本部を立ち上げます。ここが状況把握と情報伝達の要となります。エレベーター内に閉じ込められている人はいません。ただいまの震度は、6強です。教頭先生、停電の確認は、はい、電気は停電のため使えません。学校では1年かけて避難訓練を続けてきました。今回の訓練は災害発生から子どもの引き渡しまで1日がかりの大規模なもの。昨年度1年間かけて自分の身を守る、命を守るという自助の取り組みを取り組んできました。車椅子だったりとか、自分の身を自分で守れない子どもたちがたくさんいる中で、こう長くなってくるとやっぱり疲労が出てきたりとか、いろんな違った意味の課題が出てきて、そういったことも考えながら子どもたちに生きた命をさらに生き抜かせるためにこう訓練を実施しないといけないなと思って今回設定をしました。ただいまの、地震の状況を説明したいと思います。まず、震度6強の地震が起きました。1時間後に、津波が来るという津波警報が、出されました。停電です。そして、固定電話が、混乱していて使用ができないという、状況です。では校長先生、この後の対応ですけれども、避難を開始しましょう。はい、では、津波が来るということで3階に、3階に上がります。はい、それでは、この後の対応ですけれども、3階に避難をしていく方向で、考えていきたいと思います。一目で状況が分かるよう情報を視覚的に整理していきます。マグネットなどの道具はあらかじめ用意してあります。車椅子の子どもたちを、青階段、その他の、子どもたち、自分たちで自力で階段を上っていける子どもたちは赤階段の使用。では避難指示が来るので、校長先生よろしくお願いします。はい、では避難を開始します。はい、はい、お願いします。はい、行きますよ。せーの、はい。小学部の子どもたちはほとんど1階のフロアで学校生活を送っているので、3階にどんな教室があるとか、3階からの景色がどんなだとかっていうのをほとんど知らない子どもばかりだったんですが、環境が変わるということで3階に行くことが難しい子どもたちもいたんですけど、まず3階っていう教室を知ろうとか、スモールステップで子どもたちに示していった結果が今日の子どもたちの姿につながったのかなというふうに思っています。教頭先生はこの後近隣学校がどういう状態になっているのかということを、はい、すいません、また連絡、はい、この後でいいです。今備蓄班の方、はいはい、それと、事務長先生は、ここです、はい、教育委員会の今の現状報告の方をお願いします。非常時には指示を出す人、報告を受ける人が校長、教頭に集中してしまうため、中津支援学校では対応を工夫しています。みんなが校長先生、教頭先生に報告をして、で動けない状況になってしまうんですよね。指示を出していくのをまた別の人間がしないと本部がうまく回っていかない、そういった指示を出す役として防災担当がその位置に位置づきました。校長先生がいなかった時どうするのかっていうような状況にもなるねというところから、その仕事内容を見て、あ、これだったらじゃあこの担当でいけるよねとかいうのをやっていって、仕事を上手にこううまく分けていって、校長先生がいなくてもみんなでそこで判断して決めることができるということで、権限移譲というものをマニュアルの中に示していきました。避難の間、子どもたちには授業が行われます。津波対応の時にはかなりの時間を避難場所で過ごすということが想定されていくので、実際ですね、学校で一番安心できるっていうのはやっぱり私たちの仕事
はもう授業することだというふうに学校というところはそういうふうに私は思っています。そこにあるもので授業していくとい う, もう私たちの本来の仕事ですよね。それをやっていこうということでみんなで共通確認をして、ただいま新しい情報が入りました。津波警報が解除されました。警報が解除されたので帰宅の準備を始めます。個人に電話をするので子どもたちの様子を伝えてください。そして中津市内の道路状況なんですが、学校で、待機中です。76名の児童生徒の保護者一人一人に連絡を入れ手順を説明します。引き渡す場所も工夫しました。引き渡しをする場所っていうのはやっぱり子どもたちには見せない方がいいのかなというふうに思っています。友達の保護者は来たけれども自分のとこはまだまだ来ないなというその不安感というのが一番落ち着かない原因になってしまうのかなというふうに感じているので、引き渡し確認として写真を撮らせていただきます。電話をかけ始めてからおよそ1時間半、すべての引き渡しが終わりました。災害がこうだからこういう指示を出すだけでは子どもたちの命をこうつないでいくっていうことはできないのかなと思って、例えば指示が伝わってなかったことだったりをみんなが言える関係があるっていうことがやっぱりこういった時に役に立つのかなと思いました。あの人があれを言わないからしなくていいんだじゃなくて、おかしいなって思えるからじゃあ言ってみようかなっていうようなやっぱり関係づくりっていうのが大事なのかな。